おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ウクライナ国際航空752便撃墜事件について解説していくわね。この事故は2020年1月8日にイランで発生したわ。離陸直後にミサイルで撃墜され、乗員乗客176人全員が死亡してしまったの。ミサイルで撃墜？そんなことがあるのか。さらにこの撃墜事件は、ウクライナ国際航空としては初めての乗員乗客全員が死亡してしまった事件だったわ。悲しい記録が出来上がってしまったな。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。まずは事故を起こしたウクライナ国際航空について説明するわね。よろしく頼むぜ。ウクライナ国際航空は1992年10月1日に設立された、ウクライナのキエフを本拠地とする航空会社よ。ウクライナでナンバーワンの規模を誇る航空会社であり、同国のフラッグキャリアでもあるわ。でっかい会社なんだな。ところでフラッグキャリアってなんだ？簡単に言うと、国を代表する航空会社ってことよ。国策のもとに運航したりするようね。日本だと JAL として有名な日本航空がそうよ。日本航空ももともとは国営だったようね。へぇ、国が運営する航空会社ってのもあるんだな。撃墜された機体はボーイング社製の、ボーイング737-800という小型ジェット旅客機ね。ネクストジェネレーションと言われる、ボーイング737の第3世代型の機体よ。この機体は事件から約4年前の2016年7月に、ウクライナ国際航空へ納入された機体だったわ。また同社が初めて導入したネクストジェネレーション型の機体だったようね。初めての機体でとんでもない事件が起きてしまったな。機体には176人が乗っていて、乗客167人、乗員9人だったわ。乗客には様々な国籍の人が搭乗していて、特にイラン人が82人、カナダ人が63人と多かったようね。乗客のうち138人はウクライナを経由してカナダへ向かう旅行客だったようで、カナダ人の多くはカナダの大学に在籍する生徒と職員だったみたいだわ。学校主体の旅行でもしてたのかもな。乗員は機長1人、副操縦士1人、指導教官1人、客室乗務員6人だったようね。機長はボーイング737型では1万1600時間の経験があり、そのうちの5500時間を機長として飛行していたわ。副操縦士はボーイング737型では7600時間の飛行経験があったようね。指導教官はボーイング737型では1万2000時間の経験があり、そのうちの6600時間を機長として飛行していたわ。一番のベテランが指導教官として搭乗していたんだな。撃墜されたウクライナ国際航空752便は、イランの首都であるテヘランのエマーム・ホメイニー国際空港から、ウクライナの首都である、キエフのボルイースピリ国際空港へ向かう国際定期旅客便だったわ。だけど、冒頭で説明したように離陸直後にミサイルよって撃墜されてしまったの。どうしてそうなってしまったんだよ。事件が起きたのには、アメリカとイランとの戦争が関係しているようなの。この事件が起きる5日前にアメリカ軍はイラン軍の少将を爆殺しているわ。これはイランで発生したアメリカ大使館襲撃事件への報復として、当時のアメリカのドナルド・トランプ大統領が、バクダード空港へ攻撃を行ったことで少将は死亡したようね。さらにその報復としてイランは在イラク米軍基地を攻撃しており、この攻撃の4時間後に今回の事件が起きているわ。そんなことがあったのか。つまり、イラン側はアメリカからのさらなる報復に対して、かなり警戒していた状況だったってことか。事件当日、752便は現地時間5時15分にテヘランを離陸する予定だったんだけど遅れが起きていて、予定より約1時間遅れで離陸したようね。事件前に残されたデータによると、撃墜前は高度7925フィート2416メートルあたりを飛行していて、上昇中だったようだわ。速度は275ノット、時速509キロメートルだったようね。墜落の直前までの詳しい飛行経路は分かっていないようなんだけど、イスラム革命防衛隊の発射した2発のミサイルが命中し、炎上しながら墜落していったようだわ。コックピット付近で爆発したため、パイロットはおそらく即死したと推測されているわね。イスラム革命防衛隊っていうのがイランの軍組織なのか。でもイランと戦争していたのはアメリカなのに、なんで関係ない旅客機が狙われたんだ？イスラム革命防衛隊の勘違いだったの。は。752便は戦争とは全く関係なく普通に運航していたんだけど、敵であると勘違いされたことで撃墜されてしまったわ。いやいやいや、嘘だろ。そんなことで乗客乗員全員が死亡してしまったのか。事件発生後、原因調査のためにイラン民間航空機関は現場に調査チームを派遣したわ。またウクライナ政府は、ウクライナ国際航空の代表者や政府関係者など計53人を派遣したようね。さらに航空機の製造国であるアメリカの国家運輸安全委員会や、フランス航空事故調査局、カナダ交通安全委員会、スウェーデン航空事故調査局など各国から調査員が派遣されたわ。
こういう時にいろんな国が協力してくれるのは心強いな。調査段階にて、イラン民間航空機関は機体のフライトデータレコーダーと、コックピットボイスレコーダーを回収したと発表したわ。原因究明において機体の記録が残っていることは大きいわね。だけど、詳しい調査が始まる前に現場から証拠の改ざんを行われる懸念があるとの声が、一部の専門家から上がったようだわ。これに対してイラン側は証拠の改ざんを否定し、調査メンバーたちが現場に立ち入ることとボイスレコーダーなどを調査することを、正式に許可したようね。イランもクリーンな状態で調査されることを望んでたってことだと良いな。だけどその後、752便の墜落に関する情報がウクライナのテレビで漏洩されてしまったようなの。これを受けてイラン側はウクライナとの調査協力を一時中断したわ。その後調査は再開されたんだけど、ちょっとヒヤッとする出来事だったわね。ただでさえピリついた空気だろうからな。冷静な対応をしてくれたようでよかったぜ。そして事件から約半年後の2020年7月11日、イラン民間航空連盟は今回の事件に関する報告書を発表したわ。それによると、墜落の原因はイスラム革命防衛隊のレーダーシステムの調整ミスによりミサイルが誤射されたことであることが分かったの。またその後、752便には何の問題もなかったことも分かったわ。ありえないミスだけど、イラン側から正式に自分たちの間違いだったことが発表されたんだな。結果としてはイラン側のミスであると判明したんだけど、事件直後は各国のメディアにて情報が錯綜していたようだわ。イランの道路交通省は、エンジンから火災が発生した影響で機体の操作が不能になったと発表し、イランのメディアでは、機体の何らかの機械的なトラブルによって墜落したと報道されていたようね。ウクライナ政府も機械的なトラブルが原因だと見ていたようだわ。まさかミサイルで撃ち落とされているとは考えがたかったようだな。だけど事件の翌日、アメリカ側が752便はイランのミサイルによって撃墜された可能性があると発表したの。これはアメリカの情報機関や防衛当局が偵察衛星のデータから判断したようね。だけどイラン側はこの発表を真っ向から否定し、ミサイルで撃墜されたという説明はアメリカによる心理戦だと述べたようだわ。実際当たってたんだけど、敵からの言葉は鵜呑みにできなかったってことかね。さらに撃墜した当事者であるイスラム革命防衛隊は、機体を製造したボーイング社の株が急落することを防ぐための嘘であるなどと述べていたようだわ。だけど事故の3日後には発表を撤回し、自分たちが間違って752便にミサイル攻撃をしてしまったと発表したようね。この裏には、事件後に散乱していたミサイルの部品がイランで運用されていた QK330 という兵器のものであり、それが決定的な証拠として知られてしまったからだと言われているわ。もう、そんな組織に兵器持たせちゃダメだと思うんだぜ。実際にイスラム革命防衛隊が発表した752便を撃墜した理由だけど、アメリカからの報復にあたって広大な範囲の領土が標的とされ、過去にないほどの航空機が飛び交っていたため、イラン側は厳戒態勢であったようだわ。そんな中で752便がイスラム革命防衛隊の拠点へと近づいてきて、同機の高度や飛行経路などから敵の航空機であると判断したと述べているわね。だけど前述したように752便の飛行経路に問題はなかったわ。752便の飛行経路に問題がなかったっていうのは、どうしてわかったんだ？いくつかあるんだけど、一つはフライトレーダー24というサイト及びアプリね。これはスウェーデンの会社が運営している飛行中の民間航空機の現在位置を、リアルタイム表示するサービスなの。出発地であるエマーム・ホメイニー国際空港から752便が離陸したフライトの飛行経路を、当日のものと過去3ヶ月のもので比較すると変化が見受けられないことから、事件当日の752便が異常な飛行経路を辿っていないことが示されたわ。いつもと同じ経路を飛んでいたってことは、異常はないってことだもんな。あとは ADS-B 飛行追跡データからも、752便が適切な経路を飛行していたことが分かったわ。ADS-B 聞いたことない名前だな。ADS-B っていうのは、航空機が人工衛星から発射される信号を使用して自らの位置を特定し、その機体の位置を定期的に送信することで追跡を可能とする技術のことよ。なるほど。異なる視点から得た結果が同じってことは、客観的に見て752便に問題はなかったと言えるな。事件後、イラン国内ではイラン政府とイスラム革命防衛隊に対する抗議デモが発生したようね。当初今回の事件は事故であると虚偽説明を行い、その後説明を一転させた当局に対し怒った国民がデモに参加したようだわ。またウクライナ国際航空は、イランの首都テヘランへのフライトを停止する旨の発表を行ったわね。国に裏切られたって思いがあったのかもしれないな。またアメリカからの報復攻撃が行われた後に空港を閉鎖していれば今回の事件は起きなかった、という声も上がっているようだわ。イスラム革命防衛隊の司令官は、
空域を閉鎖するようイラン政府に要求したものの拒否されたと述べているようね。政府が空港を閉鎖しなかった理由についてニューヨークタイムズでは、空港を閉鎖することでパニックが起きてしまうことを危惧して閉鎖しなかったようだと報道したわ。確かにフライトするには危険な状況だったはずだよな。疑問が残るぜ。それ以外にも旅客機が存在することで、それがアメリカからの攻撃に対する盾の役割になるため、閉鎖しなかったのではないかとも報道されたようね。人間を使って攻撃から身を守ろうとしたってことか。そうだとしたらとんでもないことだな。またイラン革命防衛隊の航空宇宙部隊司令官は今回の事件に対し、全ての責任を負い、下されるどんな決定にも従うと述べたわ。イラン司法当局ではこの事件に関係する複数人を逮捕したようね。さらにイラン大統領は首都テヘランで演説を行い、事件の関係者を処罰する必要性を強調したわ。国としてもきっちり対応する姿勢を自国民と世界各国にアピールしたんだな。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。